田に今シーズン初登板、どう抑えていくかどうか。セカンドを追ってライトのアキーノ、落下点で掴んでいます。プロ11年目、このストレートもやはり力強さ、まっすぐで来るかフォークで来るか。まっすぐで来てインコース見逃し三振、148キロです。ナイスボールでしたね、今のはね。4球インコースできましたね、はい。今中京テレビ岡田アナウンサーからもリポートありましたが、そのキャッチャー木下の構えたミットにまっすぐにボールを投げてきました。去年福谷は1勝3敗、悔しいシーズン。いい当たりですがセカンド福永ルーキーさばいて一塁送球。福谷浩司三者凡退に抑える素晴らしい立ち上がりを見せています。第2号のソロホームランがありました。全得点をこの中田のバットが叩き出しています。ジャイアンツに来て3年目のシーズンを送っている中田翔です。ノーボールツーストライクから見逃し三振できました。中田に対して3球勝負、フォークストレートフォークというところでした。そうですね、いいフォークですね、今のもね。こちらがフォークボールです。中田もどうでしょうか、手が出ませんでしたね。何のボールを狙ったのかちょっとわからないですけどね、ツーストライクですからね、はい。さあ岡本、中田と倒れてここまでノーヒットの坂本です。1本出るかどうか、大きなスイング、そういうのかなっていうのがあるんですよね。外に構えて空振り三振です。福谷2回も三者凡退、パーフェクトなピッチングを披露しています。かつての開幕投手、去年は1勝に終わった福谷。7番大城、8番ブリンソン、9番ピッチャー赤星。大城初球打ち、セカンドゴロ、ルーキー船がさばいています。去年はサンフランシスコジャイアンツでプレーしていたブリンソンです。打っていったサードゴロ、高橋周平、やっぱその間、叩きつけました。ショートカリステ自分でベースを踏んで一塁送球、ダブルプレーになりました。福谷この表情、1、2塁間が一番空いてますから、で今でも引っ張ろうとしてるんですよね、吉川尚輝としては。そうちょっとやっぱり真ん中がやや外めのボール、真ん中くらい高めを無理やり引っ張ろうとしたんで、はい、今みたいにちょっとこう遅れてああいう打球になってしまいましたよね、そして福谷はこの日の開幕ローテーション、外変化球、キャプテン務めていました。今シーズンのヒット坂本、右方向へのバッティング、どうだ、これはフェアゾーン、アキーノ取っています。ただ開幕してヒットがありません。打ちました、セカンドの前田、ルーキー福永、4-6-3のダブルプレーになりました。をつけて準備を進めています。打ち上げました、セカンド福永追っていく、ライトアキーノの前に来ますが、セカンド福永掴んでワンアウトになりました。開幕ローテーションに入ってきました。ボールワンストライク、インコース打ちました。ファースト細川、プロ初のファースト、一塁に送球、アウトになりました。